孫会は中国三国時代から精神にかけての武将、政治家。呉、精神に仕えた。父は孫将、弟は孫講孫、尉、孫益、孫会。太平三年、孫は孫領を排位すると、そうただしの孫会と中書郎の当庁を使者に立て、定位に就くのを渋る孫、旧を説得させるべく迎えに出させたことがあった。孫は、 父や弟の孫子氏と共に、三代にわたって、軍事要衝の敬口を陳述した。孫公の時代には、武衛大将軍、林世公となり、孫子氏の代わりに敬意忠を任せられた。天根寺元年、孫会は都に召し返され、宮下人において、表記将軍に任じられた。しかし、これより、前の法廷元年、呉軍の永安権で世忠氏が、 孫公の弟の孫権を担ぎ出し、反乱を起こして、権業を襲撃したことがあった。この時は、帝方と諸葛連によって反乱が鎮圧されたのだが、孫会はあるものから、二股をかけて、すぐには討伐に参加しなかったと告発された。このため孫公から何度も契口に、質問の使者を使わされることになってしまい、孫会は不安な日々を過ごすことになったという。 これは、当時の孫公が、気に入らない官僚に難癖をつけ滑稽に処すことが、よくあり、急に問え召し返されることになると、処罰されるものと考えられていたからである。そしてついに、同格であった、都督の孫一、孫秀、夫、千賀が精神に亡命して徴用された事例もあった、ため、妻子と子飼いの兵士数百人を引き連れて、精神に亡命した。精神は、 孫会を釈迦将軍、丹陽公に封じて交流した。王の安志元年、精神が五を滅ぼすと、孫会は土寮将軍に、格下げとなった。永安元年に亡くなったという。孫会は、厳格に身を処したという点では、孫修に及ばなかったが、世間的な名声は、孫修よりも高かったという。進む諸行さん、呉六。ありがとうございます。